室町さんの絵画に、6枚作曲しました。ですから6曲今日は演奏いたしますが、絵からイメージを受けた、そのまま素直に受け止めてそれを音にしました。動画を iMovie で僕が作って、それに音楽を当てはめて、それで絵は常に動いてます。ですから演奏が絵と合ってないとおかしいので、映像を流しながら僕たちはメトロノームを聴きます。それでメトロノームに合わせて正確に1秒もずれないように演奏しないと、映像とずれるので1秒 0.5 秒もずれないように演奏するためにイヤホン、2人でイヤホンをしてます。それでメトロノームを聴きながら演奏いたします。演奏は全部生です。アコースティックです。それでは始めさせていただきます。Thank you.